こんにちは。スカベラ響き？スカベリなの？ラビニュー、見て、この二重幅何？もう、変な感じ。こっそり初日あげて、嘘！嬉しい。楽しみにしててくださいって。ありがとう。こんばんはって。そう、なんかおかしいところに線できてんのありえなくない？普通に考えてもさ。なんだよ、これって。ひいき、会いに行きますかな？言いに来ます？会いに行きますじゃなくて、嬉しい。会いに来てください。ロイさんとありがとう。目がワイルド。おい、なぜなぜ二重幅がおかしいのはなぜなぜなの見て、もう二重じゃなくてさ、普通に考えて奥二重になり始めてんのめっちゃうざいんだけど。グリオさんラピュー、ロイさんとありがとう。福岡の通称どっか計算してきて、ありがとう、楽しみだ。サポンさんハートありがとう。しゅんちゃんハートありがとう。だいちゃんこんばんは。やっほー、つかったさ、ファイトありがとう。こんばんにゃ。湘南、何湘南、なんかジリジリ聞こえる。なんだジリジリ、言ってないけど、なんだろうね、換気扇かな、この音は多分。アイスラビュー三重、いや三重よりひどいよ今、どうなってるって話。ねえ何本当に、めっちゃもうさ、もうさ、どうしたらこんな目になるの。私ありえないんだけど、ありえなすぎて泣いちゃう。僕体までにさ、直したい。この二重。お、11月17日行けそうになりました。嬉しい！トラック絶対当たるよ。来てください、絶対に。来てくれると嬉しいなって思います。ひーちゃん元気ですかって。元気ですよ。今日ちょっと体調がすごくレッスンの時悪くて。やばかったんですけど、まだだいぶ良くなりました。お疲れ様、サバイトありがとう。しゅんちゃんハートありがとう。ひろしさんハートありがとう。こんばんは。レトルトヨットさん、お花ありがとう。えみちゃんハートありがとう。ヤオトンさんこんにちは。リカさんラビュー、ラビュー、そこに入ることある。いやそれな、おかしい目してるよね。そう、湘南美容クリニックとところが、こんばんは。眉毛の下にできてる。それな、おかしいよね、普通に考えても。はって感じ。掛け布団掛け布団かなって。ちくちゃんさラビュー。皆さん、参り気味見てる。ひーちゃん大丈夫ですか？参り気味とは何ですか？何？どういうこと？参り気味って。ここです。ここ、ここなの。いつもの二重幅は。いつもの二重幅、ここなの。あ、そうそうそう。今戻った。てくれてなかった。悲しい。マルスさん、ハートありがとう。インフラ流行ってる。そうだね、インフラ流行ってるね。ゆういちさん、ラビュー。アップだからノーコンタクト。何ノーコンタクトって。私、コンタクトしてないよ、いつも。よいしょ。ってこと。かわゆさん、ハートありがとう。もうにゃもいいよ。どの目でもかわいいよって言ってく。かわいくないんだよね。
神様、まあ、体調気をつけて頑張ってありがとう。コージさん、ラピュー。ヤスーさん、こんばんは。佐田吉さん、こんばんは。杉俊介さん、ラピュー。森健義がさん、ハットありがとう。ゆういちさん、ラブレターありがとう。ひびきの体調悪いのと大事に。そう、まだマシになったけどね、全然。本当にちょっと今日はレッスンの時はちょっと本当にきつかったんですけど、ご飯を食べたら少しぐらいはちょっとマシになりました。夜朝こんばんは。なんかお久しぶりな気がしてるけど気のせいかな。よしキックさん、よしキックさん、ウィンヨーディカさん、あとありがとう。ロンリーボイスラピー、お兄ちゃんが飛んできたら、ラピューいらっしゃい。大丈夫、ちょっとおかしくても、外可愛いから問題ない。問題ありますから。いや、問題ありありですよ。二重幅がね、おかしいと結構ね、美女が決まりませんね。普通に。ひなつん、ラピュー、ラピーニュー。ひなつん、こんにちは。見て見て、この二重幅おかしくない？それで考えてもこんにちは。疲れ目かな、どうなんだろうね。なんでこうなってるのかよくわからない。アイプシに焼きしなきゃいけないかな、目がおかしいから。心拍さん、ラビュー。佐々木さん、ハートありがとう。まさぴーさん、ラビュー。ヒータに何だかした、ん、規則、規約、なんとかした影響でコメント制限それ泣いてます。どういうこと。ふみにさん、魚写真中予約しちゃった。お、いいじゃないですか、たくさん予約してくださいよ。いいじゃないの、いいじゃないの、勇気なことじゃないの。コンサート疲れのメンバーさんが多いみたい。まあね、ハードスケジュールではあったのでね。そうですよね、どうせなら左もやろ。いや、左もならん。いや、普通にさ、おかしいよね、考えて。何この二重幅って感じ。ちょっとよくわかんないんだよね。つみせ、ラビュー。友達に口ふざかれたことありますよね。こないだも聞かれたんだけど、それ。どういうことってことだよね。マイキさん、こんばんは。目のアップだと。あれはかすみさんに見える？そう。でもなんか、前ね、よく言われてたことがあります。恐縮なんですけどね、その言葉は。そう。有村かすみさんになんか若干似てるっていうことが結構前あったんですけど。そうなんです。レッスン大変。今は。なんかもう大変だけど、なんか、まあ、頑張んないといけないなと。定期僕で申し込んで、まさぴょんありがとう。申し込んでくれてありがたや、頑張りますって。ひかるさん、ラピュー。スピンちゃん彼女感がまします、イエーイ。いいことですね、良いことで。ハゼッチハートありがとう、ありがとう。ジェームハッチさん、ラピュー。体調悪くなるの、3つになる、ある。え、それな、わかる。体調悪くなるとさ、私二重の幅がめっちゃ広くなったりとか、なんかなんだろう、変な幅になったり、なんかめっちゃ二重が広いっていうか腫れる感じになるの。それかな、もしかして本当に体調悪いんかな私。てちゃん、ありがとう。明日さ、ラビュー。玉木さん、熊じゅう、ありがとう。参り気味とは疲れ気味。あ、そういうこと？疲れ気味？まあまあまあ、って感じ。ジョニー、ラビュー。シティーさん、みよー。みよー。佐田吉さん、じゅう、ありがとう。ありがとう。じゃいまし。ダルフェさん、好き面でね、やっと見に来れた。ありがとう。眼精疲労？眼精疲労。いや、眼精疲労じゃないよ、多分。
ピラ、お疲れ様です。お疲れ様です。いつもと二重、違うひーちゃんも可愛いよ。可愛くないよ。可愛くないよ。ぶっちゃいくんですよ。ありがとう、そんな言ってくれて。嬉しみの舞です。なんかさ、いつもさ、この二重幅なら、なんか何も、あれはないんだけど。でも見て、左右対称じゃない？めっちゃ。めっちゃ左右対称。いっか。いや、嫌だけど、左右対称だからいっか。キャニー、お疲れ、ありがとう。サニーちゃんも十分素敵です。ありがとう。みずきさん、好きめんりない。ヒデキンガーさん、こんばんは。今日の昼過ぎに来たメールの、ひーちゃんの表情、なんとか？何その漢字読めないよ。ANDRAP さん、ハートありがとう！ありがとう！ルイさんもいいよ。ゆみりさん見ると涙出ちゃう。悲しくなるよね。本当にそうだと思う。本当にそうだね。ルイさん、10ありがとう。ヒデキンガーさん、10ありがとう。ホットアイマスクでも使ってみるかい。もっとおかしくなるかもね。なんかマントは読まなくていい。オッケー。そんなアップで。とりあえず、ひーちゃんの、お互いファンなので17日楽しみにしておきます。楽しみにしててください。頑張りますってことはボイトレしなきゃね。全然歌がねうまく今歌えなくてカナピエなので頑張ります。うーん、レトレトヨトさん、ハートありがとう。シティーさん、ハートありがとう。ひーちゃんを大事に、大事に、ハート。ゆういちさん、ハートありがとう。今日仕事休みだったので、ゴジラ映画見てきたけど、ゴジラ映画初めてる、ゴジラ映画は、うるってくるやつなの？恐竜のやつ？回数重ねるごとに確実に成長するから、頑張ろう、頑張る。疲れなのは間違いない。まあ確かに。ピアムさん、こんばんは。あきおさん、ハートありがとう。ミヤティ、ハートありがとう。ハートありがとう。絶対可愛い、ほんま。マサヤ来ました。ありがとう。ちょっと幼くなってる。確かに。いや、そううまい。しんいちさん、ありがとう。しんちゃんさん、ナピュー。なんか、やっぱり人せいで。のびらさん、ラピュー。しんちさん、ありがとう。まさやこばん、ありがとう。かさやまちゃんさん、こんばんは。こばん、ありがとう。アップ向かい、ありがとう。東京の最高気温、100年目に更新したって。100年ぶり？ 100 年か。私、まだ20年しか生きてないわ。心は歌で、しっかり受け止めます。頑張ります。8時から10時まで寝落ちして寝なくなった。いや、寝れるよ。寝ようと思えばね。いや、まあ確かに、でも、変な時間に寝て起きたら、まあ、寝れないかもしれない。てかさ、普通にさ、洗濯物回してさ、その洗濯物を回したことさえも忘れてさ、そのまま家出てさ、帰ってきたらあれみたいななってんの、毎回。もうこれ2回目。もうやめてって感じ。普通にさ、柔軟剤もったいないしさ、なんか、洗濯機ゴト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 バーンみたいな言うの。普通に考えて何してるって話やん、もう。ありえないよね。部屋の掃除しないといけないんだけどさ。ねえ。まあ、そんなにめっちゃ散らかってるかって言われたら、ま、確かに散らかってるわ。散らかってるから、片付けよう。でも今日お皿洗ったんで。猫猫結婚して。しないよー。ほほほほ。しないだよー。しないよー。ひーちゃんは結婚しないよーって。かさやぶちゃんさ、ありがとう。猫ラビュー、猫猫。こうやったったら大阪から、来てよ、来てよ。しのまさきさん、ラビュー。ひーちゃん、もう、中でたくさんたくさん泣いてきます。泣いて、
すっきりしたらいいと思うよ。ハジッチハートありがとう。通知来なかった、ありゃま。逆に100年前何があったんだと思った。かすみおやすみ。いや、浜田響きおやすみやろ。まるちゃん、中ありがとう。浜みなみさん出ていた。浜辺さんの信じる。待って、ダジャレ言ってんの？星とかから好きに言っていいよ。え、最高じゃん。お願いします。待って、ひーちゃん大丈夫？何せさ気に入れたんや。何も入れてないんだよ。普通に壊れてんの。響きのパフォーマンスか写真見る。楽しみ。楽しみ？先輩の映画。まだ割り箸使ってる。どういうこと？まだ、割り箸使ってる。うん。泣くのってたまに大事だよ、大事。やべ、一瞬寝落ちしただって。あ、壇上読む時間だわ。じゃあ壇上読むね。壇上読んでいきたいと思います。アイス食べたいな。では13位から13位、カフェさん。12位、ミヤティ。11位、エムちゃん。10位、ネコ。9位、ヒデキンガーさん、8位、ジョンちゃん、7位、キョニー、6位、トモアキさん、5位、ハゼッチ、4位、ヒロシさん、3位、ドゥイさん、2位、オツカットンさん、1位は、ユイチさんです。イェーイ。イェーイ。さてと、ピノの、今食べるかいいな。私は最近白クマのやつにハマってるんで、それ食べたいなってめっちゃ今思ってまーすって感じでーす。ありがとうございます。こちらこそです。アイス食べたい。どうしよう。でもお家にアイスない。買いに行くのはめんどくさい。アイス食べたいな。ありがとうございました。しおりさん、だるまありがとう。アイスありがとうございました。こちらこそです。イェイイェイ。絶対いい感じになるといいね。それな。願ってます。ありがとうございました。うん、寝ろって。ひーちゃん、ファイマのやつのイメージ。ファイマのやつのイメージ？ありがとうございました、皆さん。では、また明日な。バイバーイ。おやすみ。リコーさんがおやすみ。おやすみなさい。おやすみすみ。また明日ね。バイバーイ。パルム食べようかな。いいな。ふふふ。